光の使徒よ、闇に抱かれて消し止め。
です。聞いて、感じて、考えて。クリスタルに導かれし光の戦士よ、あなたの心の輝きにより闇は払われました。ですが、この星に根付く闇は全て失われたわけではありません。深淵に潜む闇の神、かの者を消し去らない神、世界から闇が消えることはないでしょう。しかし光の意志はエオルゼアに息吹ました。あなたを主として、
この光の目はいずれ大樹となり、この地を、この星を救うでしょう。あなたに感謝と祝福を、光の戦士よ。次はあなたが導くのです。エオルゼア、この世界を。報告します。ソーザ島全体撤収完了。同じく不滅隊撤退完了。メルウィブ提督、国家団も全員無事でさ。あいつはまだなのか。シド、連絡はないのか。ダメだ、リンクシェルにも応じねえ。クソ、ダメなのか。諦めちゃダメだ。祈りましょう、無事に脱出してくるのを。シド殿、今からでもエンタープライズを出せませんか。あの冒険者とここにいる暁の決命は、今の時代を生きる光の戦士たちなのです。私たちはもう二度と光の戦士たちを失ってはなりません。分かっていますって。しかし無茶だ、あの爆発なんですよ。エイ、どうすればよいのだ。光よ、クリスタルよ、どうかあの人を導いて。願いなさい、そしてあの者を思うのです。強く、強く。来た。見ろ。あの時はどうなることかと思ってさ。はいはい、だいたいイダのせいだよ。本当によかったわ。忙しそうだな、牛親父。猛将も殿下の前では肩なしだな。天使い、アッシエンか。ここに来て我々の歴史に介入するつもりとは。サンクレットの闇のクリスタルは破壊された。しかし奴らがこれで滅びたとは思えん。奴らの真の目的とは何なのだ。そして絶対の神とは一体。まだ戦いの火種は消えていないということか。だが、
今はこの平和のひとときに酔いしれるのも悪くない。おじい様が理想に掲げた真の平和への第一歩なのだから。我々は帝国の切り札アルテマウェポンを撃退し、闇の勢力アッシェンを退けた。エオルゼアの当面の危機は回避されたと言えよう。これらは賢者ルイゾワの意志を継いだ暁の決命と、そこに加わった一人の冒険者の活躍によるものだ。私たちは見失っていた国の垣根を越えた絆の力を。私たちは気づかされた困難に立ち向かう勇気を。エオルゼアはまだ多くの問題を抱えている。猛威を振るう蛮神蛮族の問題、各々の国内問題もまたしかり。軍団長を失ったとはいえ、ガレマール帝国の軍勢が去ったわけでもない。しかし我々が絆を忘れずに一致団結している限り、暁の決命がある限り、そこに冒険者がいる限り、私たちはこの困難に立ち向かっていけると信じています。いつの間にか我々は自分が語り聞き守っていくのは自国の民だけだと思い込んでいた。しかし私たちは各々の国で生きる前にエオルゼアに生きています。この神々に愛されしちエオルゼアが平和でないと国など意味がないということに気づかされたのです。我々はグランドカンパニーの名士として話し合った。グランドカンパニーはそれぞれの国を守りつつも、もっと広くエオルゼア全体を見渡していくべきだと。そのために常に相互協力していくべきだと。今すぐには動けないかもしれない。しかし近い未来、それは国家や民族といった枠を超えた一つの意志としてまとまっていくと信じています。グランドカンパニーエオルゼアとして。5年前のカルテノーの戦い、そしてそれより始まった第七霊災は多くの犠牲を出してきた。これは忘れてはならない事実だ。犠牲者に再度哀悼の意を示そう。しかし我々は生きている。ここに立っている。平和を守るために散っていった同胞の思いを無駄にしないためにも、我々は前に進もう。絆は一人の冒険者のもとに集いし、光の戦士たちによって結ばれた。これからの新しいエオルゼアは他の誰でもない君たちが作っていく。私たちがこれまで生きてきた第六西暦は第七霊災をもって終焉しました。第七霊災もまた人々が絆を深め合い終焉を迎えるのです。今我々は第七霊災の終焉を、そして今ここに新しい時代の幕開けを。第七西暦元年を宣言するものである。